皆さんこんにちは。 From Japan 関西からお届けしています、よっこガーデンです。今日はね、ちょっと不思議なことがあって、聞いて聞いて、左と右の、パンジー、この子は、同じ品種です。なんか違いますよね、なんか違いますよね。同じ日に買って、同じ日に植えた。そうなんです。あ、このここ神種村岡農園さんね、あのすごい元気です。ただ花上がりがね、こっちがめっちゃ良くて、こっちはねなかなかなんですよ。でもね、葉っぱ見ると右側ツヤツヤででかい。でちょっと今ちぎったんやけど、ほら大きさがこんなに違うし、葉っぱの色もやっぱりこっちの方がツヤツヤしてグリーンがね濃いよね。だから多分園芸店行ったら私はこっちを買う。だって葉っぱがこんなにピカピカなんやもん。でこっちはちょっとマットな感じ。でもお花はこっちが次々上がるんですよ。不思議じゃない？なんでごめん、お花ずるずる、ごめんね。不思議よね。でお花はこんな感じで、こっちはもっとでかいよね。不思議やなと思って、で今日ねちょっと葉っぱ何枚か取ったんですけど、このつぼみの上にこう大きな葉っぱがこう覆いかぶさるって感じで、実演すると、もう取っちゃったんだけど、まあ、要はこんな感じ、つぼみにこう覆いかぶさってたので今日こういうのを取ってみました。だから葉っぱが大きいやつはこうやってちょっとたまにお掃除して、このつぼみちゃんに光を当てたらいいんかなと思って、ちょっと実験してみたいと思います。でも株はこっちの方が多分大きいし、ね、今つぼみも上がってきてるので、まあうさぎと亀ではないですけど、さてこの株たちはね今後どうなっていくかなと思って記録として立っておきたいと思います。株選び本当難しいと思いますけども、私もただただ失敗しております。あ、そうだ、あ、そうそう、この間アリッサムを、買ったんやけど、それもいいと思って買って帰ってきたら、一つは水がほとんどかかってなくってカッサカサになってました。ちょっとね、土までちょっと見るのを忘れてたので、皆さんもぜひね買うときに、株の横をねちょっともみもみじゃないけどちょっと触って、根の張りを見たり、ちょっと指突っ込んでね、土の湿り気っていうかね、そういうのも見られたらいいかと思います。まあでも熟々でもあかんしね、難しいね植物はね。はい、じゃあこの、パンジーさんの成長を見守りたいと思います。株選び難しいけど楽しいです。ではでは、見てくださってありがとうございました。またね、ありがとう。